リメイは、フランス、イルド・フランス地域圏、イブリーヌ県のコミューン。ベック山、フランセーズ地方にありセーヌ川右岸沿いに位置する小さな工業の町である。マントラジュリーと向かい合い、パリの西約5 2トルのところにある。コミューンの領域には、セーヌ川に浮かぶリメイ島の大部分が含まれている。コミューンは、南のセーヌ川に向かって開けた広大な、円形闘技場のようになっている。 北から南にかけては、建物の3階相当で、標高130メートルから115メートルの、緩やかな傾斜の高原となり、続いて急峻な斜面に移行する。下部に広がる谷は、標高20メートルから30メートルである。里面には、戦死時代から人が定住している。コミューンからは磨かれ大石、斧、矢尻など考古学的発掘品が出土している。ローマによる、 征服以前は、ケルト系のウェリオカセス族が占領しており、ガリア・ベルギカに属していた。1376年、シャルル5世が、リメーニュ・ケレスティヌス派修道院を設立した。この修道院は、岩や三島版の採石場の間に位置し、聖なる三位一体に捧げられていた。修道院は、フランス革命時代に取り壊された。1614年、 マリード・メディシスによって町の外にカプチン海の修道院建設が始められている。修道院の建設資材に利用されたのはマント要塞の石だった。参照元、1962年以前イヘス、1968年以降、INSEE、産業廃棄工場、浄水場、再生プラスチック製造、バイオ燃料生成工場などがある。ありがとうございます。